北米トヨタは、レクサスのクーペ、LC500、LC500H の2021年モデルを発表した。ドライバーとマシンの一体感を強固にする改良が加えられたという、写真。北米レクサス LC500、LC500H、2021年モデル、画像集。53枚、2021年モデル、北米仕様の改良は、足回りのバネ下重量を絞ることから始まった。アルミ製のロアアーム、軽量スタビライザー、中空構造、直径変更、高強度スプリング素材、21インチの軽量リアホイールを採用し、合計約 10kg を削ぎ落とす。その上で、サスペンションのストロークを滑らか、かつソフトにし、乗り手と路面のつながりをレベルアップさせた。具体的には、フロントの電子制御アブソーバーのストローク量を増やし、ストッパーの特性を最適化。これにより、サスペンション全体としての動きをスムースにしている。さらに、リアスタビライザーの強度を高めることでフロントの回答性をアップ。ステアリング操作への反応が高まり、ハンドリング性能を向上させた。